レッソアース京都コンパスのパパです。ママです。8月14日にコンパスのクラウドファンディングプロジェクトが終了いたしました。目標を超えるたくさんのご支援をいただき、そして温かいメッセージもいただいて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。私たちがクラウドファンディングに挑戦しようと考えたとき、本当にご支援を集めることができるのか不安でした。しかし日を追うごとに、たくさんのご支援者を見るにつれて、何か心に熱いものを感じる思いでした。このことはこれからのゲストハウスの運営にとって大変大きな支えとなります。本当にありがとうございました。皆様にお会いできる日を楽しみにお待ちしてます。それまで頑張ります。頑張ります。